はいどうも皆さんこんにちは、スターリーの河野玄太です。今回ですね、大学入試の実況プレイやっていこうと思います。はい、まあ実況プレイって言ってもね、新しい問題を解きながら僕はただね思ったこと喋っていくってだけなんですけど、まあその中でね、僕が新しい問題に対してどういうふうにアプローチしていくのか、あ、こうやってアプローチするのかっていうのがね、わかるんじゃないかなと思います。なんかね、ゲーム実況っぽい感じなんですけどね、まあそもそも大学入試ってゲームみたいな感じですよね。今回一つ一つね、ステージをクリアしていこうと思います。そしてですね、今回扱うのは西の名門京都大学の2020年数学の問題ですね。はい、まあ西の名門ですよね。東の東大、西の京大っていう風にね言われるぐらい、まあ、そっちの西の方を攻略していこうかなと、実況プレイしていこうと思います。ということで今回の問題は、X の2次関数でそのグラフが Y イコール X2 乗のグラフと2点で直交するようなものを全て求めようと、ただし2つの関数のグラフがある点で直交するとは、その点が2つのグラフの共有点である数の表れと、まあ接線ね、曲線が接するってことだよね。 X の2次関数でそのグラフが Y イコール X2 乗のグラフと2点で直交すると、いやね、兄弟っぽいですね。Y これ X2 乗のグラフと2点直交する。まあだからこことこことかだったら、直交する。まあ放物線、曲線が直交するっていうのは接線が直交するっていうことだから、こんな感じかな。めっちゃ雑。まあここ本当はこういうふうにしなきゃいけないんだけどね。まあこれ超シンプルな問題ですね。シンプルがゆえに兄弟っぽいっていうか、これでね難しい問題を作れるっていうのがすごい兄弟のねいいところなんですけど、まあ難しいかどうかわかんないですけどね。でここが直交すると、あでもね難しいかどうかわかんないけど、なんか今年の問題僕まだ見てなかったんですけど、2020年の兄弟めっちゃ難しかったらしいですね。なんかね、某予備校がなんかこう難しすぎて、これ逆に差つかなくて大学入試として微妙じゃねみたいな感じでなんか言ってたみたいな話聞きましたけど、まあ、この問題、まあ、パッと見ねそんなに難しそうじゃないんですけどね。っていうのも、まあ接線が直交するっていうふうに言われたら、まあそれ接点から考えるよねと、接点から考える、すなわちこれね微分すると Y だとプライムが 2X で、こっちもじゃあ AX 乗プラス BX プラス C、 まあこのねこいつを求めたいわけだから、これを微分してあげて、まあ、求めたいものを文字で置くっていうのが基本ですね。で、この点 A っていうところにおいても 2α かける、2α プラス B っていうのがマイナス1だし、 2β かける 2aβ プラス B、これもマイナス1か。こういうふうに言えると。さらに、アルファとベータがここ、通ってるよと。まあ、どっちの交点でもあるよっていうことで、アルファ2乗足す。まあ、これ、パッと見ね、対称式でやりたいですよね。この2交点、これの交点がアルファ、ベータになってるわけだから、A-1、X2 乗足す、BX 足す、C イコール0の2回が、x イコールアルファベータだから、これ解と係数の関係で、アルファプラスベータイコールマイナス a-1 分の b で、アルファベータイコール a-1 分の c。まあこれ当然ね、これが解を、2回を持つっていうね、異なる2回を持つっていう条件が必要だから、a が1じゃないっていうのと、d。だから d は b2乗-4c-a-1 が0より大きいと。こういう条件が必要になってくると。だから結局、この式を解いていけばいいのかな、という感じかな。うん。まあこんな感じでね、サクサクっとここまで来たわけだけど、計算ミスしてたらね、もうすいません、あとでテロップでね修正入れるんで、まあ合ってるだろうっていうことで、未知数がまあ5つだね、アルファベータ ABC で、式が4つだから、まあね式1個足りないよってことだけど、まあそれはね自由度が1個あるってことですよね。あとはそうか、これアルファとベータの対称式に落とし込めるわけで、これアルファとベータ入れ替えたらね、お互いの式になるじゃないですか。だからこういうね、アルファとベータを入れ替えただけでお互いの式になるよっていうやつはね、足したり引いたりするとうまくいくっていうのはもう定石なんですよね。うん、まあうまくいかなかったらすいませんって感じなんですけど、まあ、実況プレイだからね、そういうこともあると。アルファ2乗足すベータ2乗と 2b カッコアルファプラスベータイコールマイナス2か。足すとこんな感じ。まあこれアルファとベータの対称式になるし、引くとね、もうこれね有名なことがあっ
って4a かっこ a この部分マイナスにするだけだね。ベータ2乗プラス 2b かっこアルファマイナスベータイコールこれ0ってなってね、アルファ引くベータでね割れるっていうのがね、もう割と常識としてある、まあ、常識っていうかどこの常識って感じですけど、まあ、常識としてあるんですよね。なんかねいけそうだよね、これアルファ引くベータ、しかも あれか、これアルファとベータ異なるからアルファ引くベータで割れる、まあ、2で割った方がいいか、2アルファ引くベータで割ると 2a かっこアルファプラスベータ足す b イコール0っていう風になるのか。で、まあこれとこれ対称式だよっていうことになって、アルファプラスベータとアルファベータ、さっきね、これ出てきたわけだから代入したいと。まあこっちに、これも2で割れるね。そうすると、これマイナス1にできて、こっちに代入すると 2a かっこ、わあ、なんか汚いね。アルファ a 引く1の2乗 b 2乗引く。a 引く1分の 2c か、これ合ってるか合ってるか不安だな。てかこっちから入れるのはね賢くない気がしてきた。ちょっと一旦こっちに入れますね。てかまあ簡単な方にね入れたいですよね、まあ、こういう風にね、あの聞き察知能力ですね、聞き察知能力、やっぱこれあなんかねちょっと泥沼にはまりそうだぞこっちに入れるとっていうのをね、ちゃんと察知する能力っていうものはね大事ですね。あこれねうまくいくね、 b でくくれるからね、B でくくると B かっこ1マイナス A 引く1分の 2A イコール0か。ということで B イコール0は A 引く1と 2A が同じになればいいから A がマイナス1かってなればいいんだね。いや聞き察知能力効きますね。だからこれによってここに代入するのがね圧倒的に楽になるわけだよね。まず B イコール0の時は第一式がここが消えるのか、丸丸ということで 2a かっこアルファ2乗足すベータ2乗イコールマイナス1なんだっけ、1マイナス1だし、b イコール0の時、アルファプラスベータ、アルファプラスベータが0になるのね、アルファプラスベータが0になってアルファベータがなんだっけ、a 引く1分のなんかね、いちいち戻るんだりですね、 a 引く1分の c ということで、これが 2a かっこ、これの2乗引く、これ2倍のこれだから、マイナス a 引く1分の 2c イコールマイナス1か。ということで、これ c が c イコールでできるね。c イコール、これプラスプラスってやると、4a 分の a 引く1か。こんな風になるかな。うん、多分 b イコール0の時、c イコール。だからこれで、こっちの b イコール0のね、前半の場合は y イコール ax2 乗足す 4a 分の a 引く1っていう風になるのか。ただ、ここね、この条件か。a が1じゃないよっていうのと b2 乗引く 4c かっこ a 引く1が0より大きいよっていう条件がかかってきて、で、b イコール0の時は、b2 乗マイナス 4c。だからマイナス 4c かっこ a マイナス1。マイナス 4c で 4c がこうか。かっこ a マイナス1が、0より大きいっていう条件からここがこれ a マイナス1の2乗っていうのは正だからこれ約分して a が負か a が負じゃなきゃいけないってことだよね。でさらに a が1じゃないっていうのもこれに含まれるからこれで OK、うん、じゃあ次 a がマイナス1の場合はって考えればいいのかな。なんかいけそうっすね、計算ミスさえしてなければ。いや計算ミスだけが怖いんですよね、こういう時。もう大学入試あるあるだけど、こういうね、ごちゃごちゃしてるやつはね、計算ミスが怖い。A がマイナス1の時は、今回はこっち、ここマイナス1か。マイナス2かっこアルファ2乗足すベータ2乗を、足す、ちょっと待って。もう行ったり来たりするとね、こうなるね。足す B かっこアルファプラスベータイコールマイナス1ね。OK。で、この時、アルファプラスベータが何になってるかというと、マイナス1だからここがマイナス2になるのか、マイナス2になるから2分の b とマイナス2分の c ね、2分の b とマイナス2分の c っていう風になりますよと。まああとはこれね代入してなんか
もう勝ちのルートが見えてきてたよね。マイナス2括弧4分の b2 乗を足すし、足す、あったか、一応慎重に b×2 分の b だから2分の b2 乗かイコールマイナス1と、そうするとこれ c で表せそうだねと思ったら、これマイナス2分の b2 乗と2分の b2 乗消えんのかということで、 c が2分の1だということで、y イコールマイナス x2 乗足す b は消えてんの、 b が残るのか、なるほどね、こういう感じか。はいね、サクッと綺麗な感じになりましたね。てか結果は面白いね。これで、あとあれか、 d が0より大きいかと a が1じゃないっていう条件をさらに入れなきゃいけないので、 a は1じゃないっていうのはもう満たされてる。 d は b2 乗マイナス 4c 括弧 a-1 だね、イコール b2 乗、ここがマイナス2で2分の1で、だからプラス4か、これ常に0より大きいね、2乗足す4だから。ということで、これはこのままの条件というわけで、まとめるとこれとこれ、一応最後まとめて、ここはちょっとじゃあ早送りでお届けします。よし、 OK、 こんな感じかな。まあちょっとね、妥当性とか本当はねチェックしたい、まあ、A にマイナス1とか入れたらこんな、あーなんかぽいなとか、 B に0入れたらマイナス X2 乗足す2分の1だね、なんかぽいよね、マイナス X2 乗足す2分の1なんかぽいし、まあぽいでしょ、2分の1をここ通ればいいってことか、逆に。え、面白いね。まあ分からんけど、まあ兄弟らしい問題かなと思います。これまあ合ってるかどうかっていうことは今からチェックしますね。はい、ちょっとねパソコンを、あ、これスターディの、はい、ステッカーかわいいですよね。で、今問題を開いたから今から回答に飛ぶと思います。ここかで、求める関数は y イコール x2 乗足す 4a 分の a-1 括弧 a が0より小さい、 y イコールマイナス x2 乗足す b、 はい、足す2分の1、正解です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、変な話だけど、まあ無事ねステージクリアということで、ゲーム実況幸先いいですね。はい、まあこんな感じでゲーム実況してみたわけなんですけど、まあまとめね、この問題を軽くまとめるとしたら、まあパッと見ね、直行するものを求めようって言われてるわけだから、 AX に乗足す BX は C で置きたいし、まずね曲線と曲線が直行してるっていう時点でもう接点から考える意味がありえないんですよねっていう、まあありえるかもしれないっていうのがちょっと怖いところなんですけど、基本的にもうありえないから、もう決め打ちでやっちゃいましたね。でやって、で式をただ立てるだけで、あと対称式の問題っぽいなっていうのと、アルファとベータ入れ替えた、まあ、交代式っぽい、まあ、交代式とはちょっと違うのかな、まあ、交代式っぽいから足して引いてっていうのとうまくいくっていうのはもう定石で、でもあ、ここね最初入れようとしたけど嫌になってこっちに、まあだから簡単、楽をしようってことですよ、楽をしよう、な、楽をしたもん勝ちなんだね数学とかって。でまあうまくただ代入してただけって感じか、まあこういうね兄弟、まあ今年難しい、この問題が難しかったかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけど、でもこういうね難しいって言われてる年に出た問題も、ちゃんと定石に乗っていけば解けるってことですよ。はい、ちょっとねほっとしてるっていう、ね、計算ミスがないかちょっと怖かったんですけどね、はい、ほっとしてますね。はい、ということで今回西の名門兄弟ね実況プレイしてきたわけなんですけど、他にもねこういう大学入試実況プレイしてほしいよっていうのがありましたら、ぜひコメント欄だったり、あと Twitter とねインスタの DM とかで送ってもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。